はい、えー、こんにちは。8月の29日、水曜日の日替わり竹部でございます。えー、本日の東京外田ミッドル円相場でございますけれどもね、えー、我らがドル円相場引き続き、1ドル78円台半ばでの膠着とういうところで、えー、なかなかですね、まあ、ドル円に対する投資妙味みというのが、えー、後交代してしまうところでございますけれども、えー、今回ですね、まあ、実は、えー、リキュアの FX 道場というブログの方で、まあ、先ほど申し上げました、8月の29日ということで、本日焼肉の日だそうでございますけれども、焼肉の日と、ユーロ動向と、まあ、ユーロと題して、 ちょっとご案内させていたただきましたでこちらの方ではですねユーロ円、特にユーロ円でございますけれども、非常に短いスパンでの見方、まあ、ちょっと焼き肉の焼き加減とちょっと合わせて、ですね、えー、そろそろいい加減なんじゃないかなというような形で、ちょっとご案内させていただいた経緯があるんですけれども、今回の日替わりたけるでは、もう少しですねスパンをちょっと広げて、ユーロ円の動向を、ちょっとこういったタイトルでご案内させていただこうかと思います。 はい。6週連続要請を狙うユーロ円と、これ意外に。 多分お気づきになられてらっしゃらない方いるんじゃないかなと思うんですが、実はこのリーマンショックの直前、2008年の5月の12日から、そこから6週間、えー、ずっとユーロ円はですね、4 0引き、週足ベースでずっと続けていた経緯がございます。で、この時には結局、まあ、このリーマンショックというところで大きく下落していた経緯がございますけども、米国サイドにおいてファニーメイだとかサブプライム問題、AIG 問題というところでタイドルでのユーロの強含みというのが、ユーロ円もですね、上進性を見せてというような経緯がございました。 で、今回でございますけども、ご存知の通り、2月の、2012年の7月の23日の週からですね、ずっと まあ、5週連続で要選というところで、今週末で、えー、果たして6週連続の要選、久方ぶりに、これ4年ぶりですね、なるのかどうかというところで注目しているんです、ございますけども、今回のファンタメンタルズというところで見ると、ドラギー CB 総裁が、えーまあ、過度な悲観論を交代させるような形、まあ、ユーロ存続のためにはあらゆる措置を取るんだぞというような発言があって、 たところからの起点というところでユーロ円が非常に今上昇性を保っているというところでございますけれどもえここでですねまあ結局タケベ何が言いたいのっていうところでございますえ結論から申し上げますとこの2008年当時の 相対力質下の部分で緑で囲んでいる部分でございますけれども、買われすぎ、売られすぎを示すオシレーター系では、この2008年の5月当時の時には、少し買われすぎだったから、まあ下落したねというような調整というところも伺えるところなんでございますけれども、今回のこのオシレーター系で合わせますと、RSI 相対力質で合わせると、まだまだ買われすぎ感は見えてないねと。 こういうところをですね、ちょっと気づいたというか、まあ皆様方にですね、これ、どういうふうにしてみたらいいのと。じゃあ強気かよ。というようなところでですね、ちょっと、まあ改めてご再考していただければな、というふうにして思った次第でございます。えー、週末に向けてですね、もちろん週末リスクあるかと思いますが、ちょっとですね、この週足ベースで見て、ちょっと俯瞰的に一歩引いた形でですね、ドル円以外、他のクロス円の中でも特にこういったユーロ円の動き、ぜひですね、週末のイベントございますけども、 こういった動きにも十分、投資見読みのチャンスあるかもしれませんので、十分ですね、こういった動きにもご注視していただければと思った次第でございます。以上、8月の29日水曜日の日替わり竹部でございました。